お前、どう生きるつもりだ。何も考えてなかったんだろう。剣が欲しいか、トルフィン。剣は人を殺す道具だ。お前はこれで誰を殺すつもりなんだ。よくも父上を殺したな。正気の人間がこの世のどこにいるのか。生の意味を知らず、死の意味を知らず、己の戦う意味さえも知らない。お前はどう思う、エイナル。世の中から戦争と奴隷をなくすことは。よく聞け、トルフィン。お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。そうだな、夢のようだな。こんなんじゃねえだろ。俺とてめえの決着はこんなんじゃねえ。ずっと先、フォルスの行った世界のその先。傷つけて良いものなどどこにもいない。本当の戦士になれ、トールズの子。遥かな西、海の向こうに、どんな権力も届かない、どんな奴隷商人も知らない。どうしてあんなに人を傷つけて平気でいられたのか。ここはヴィンランドというか。そうだ、よく見ろ。そいつらみんなお前が殺した人間だぜ。お前は、お前は死にたいのか。おれ、エサメサしてる暇はねえぞ。登れ。それがお前の戦いだ。お前が殺したそいつらを連れて行け。本当の戦士になれ、トルフィン。二度と人を傷つけない。本当の戦士には剣などいらぬ。俺は暇じゃねえんだ、人を待たせてんだよ。本当の戦いを。だがなぜ殴り返さないのだ。なんだその質問は。あんた方は俺の敵じゃない。俺に敵なんかいない。空っぽなら何でも入るじゃろ。生まれ変わるつもりがあるならむしろ空っぽの方がいい。生まれ変われるでしょうか。なんで死ぬのを怖がらなくちゃいけないんですか。死にたくないから生きてるんですか。生きてると何かいいことはありますか。どんな奴でも死ぬのは怖い。怖いからこそ価値が。まだわかんねえのか、なんでこうなるのか。アシラットは俺の父親を殺した男だ。すぐにブチ切れてでけえ声出して。殺してやる。獲物振り回すのはバカの戦だ。アシラットは俺じゃない男に殺された。俺の目の前で憎しみがなくなったら俺空っぽだ。これ以上生きて何になるの。なぜ生きなければならないの。頼む、エイナル。俺と同じ呪いになんかかからないでくれ。意を持たない人たちに胸を張って語れる。アルネイズさんに胸を張って語れるような。やろう兄弟。海の向こうに奴隷も戦争もない国を作ろう。
俺たちの生きる世界に。それだけよ、みんな求めていたのに。エイナル兄弟、一緒に来い。ヴィンランドに平和の国を作るんだ。このような男が生まれうるのか。彼らは向かったよ。私たちは想像もしなかった世界。アルネイス、